TBS ラジオ展開図。こんばんは、宇賀なつみです。 TBS ラジオ展開図、この番組は今後イノベーションを起こしそうな企業や人を徹底分析、その展開図を描き、新しいビジネスワールドを組み立てる番組です。今夜のプレゼンターはザ・ブレイクスルーカンパニー GO 代表でクリエイティブディレクターの三浦貴博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、三浦です。今夜もね、GO のオフィスからお伝えしていくわけですが、はい、ありがとうございます。三浦さんはあれですね、冬でも T シャツなんですね。そうなんですよ、基本的には夏は短パン T シャツ、冬は、ロン長ズボン T シャツダウン。あ、外ではダウンはちゃんと着てるね。ダウン着てるよ。会社いいけど、ね、ちょっと心配になっちゃいます。はい、はい、ありがとうございます。いやでもね、私たちはね、もうほら室内でもニット で、これにさらに上着羽織りますからね。外は暑そうだなと思ってます。これちょうどいいですよ。暑くない。いやなんかさ、むしろちょっと寒い。あ、本当ですか。まあ、僕は肉着てるってのももちろんあるんですけど、なんかね、冬って室内がめっちゃ暑いじゃん。あ、まあ暖房入れますからね。まあ T シャツでしょ。ちょっとめっちゃ寒いじゃん、ダウンでしょ、OK、あるよ。これデブロンポかな。まあね、はい、そんな暑がりの三浦さんと一緒に今夜もお送りしていきたいなと思います。今日は僕が今最も注目している若手起業家にお越しいただきます。若手起業家、はい、投資を頼まれたんですけど、それは断りました。はい、断ったんかいって話ですけどね。はい、楽しみにしていってください。ちょっとね、刺激的な回かもしれません。さて、この番組ではリスナーの皆さんからの番組への感想や、この企業に注目している、こんなビジネスがあるらしい、また次はこんなサービスが来るというメッセージお待ちしています。宛先はすべて小文字で展開アットマーク tbs.co.jp、 tenkai@tbs.co.jp です。またツイッターでも番組の情報を発信しています。ハッシュタグ展開図、この展開図はカタカナでお願いします。それでは三浦さんと一緒に新たなビジネスの動きの展開を予想します。今夜はこちらに注目します。 TBS ラジオ展開図。東京阿佐ヶ谷にあるとあるバーが話題になっています。夜な夜な客たちが集い、お酒を片手に語るのは、そう、エロス。ここでは明るく笑えてちょっぴりエッチなワイダンを心ゆくまで楽しめるんだそうです。店主がクラウドファンディングを立ち上げると人気が殺到、オープンにこぎつけたそう。男女を問わず水客を虜にするワイダンバーなるお店には、一体どんなビジネスチャンスが隠れているのでしょうか。ということで、今夜はゲストをお迎えしています。ワイダンバー店長で株式会社ポインティ CEO の佐伯ポインティさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、三浦さん、もう聞きたいことがというか、はい、何も分かっていることがないですどういうことですか、ワイダンバーって。あ、とりあえずまだ水曜日夜9時なんですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫でしょう。もう1週間の真ん中だからどういうことですか。はい、夜9時準備 OK ですよ。準備 OK ですか。大丈夫です。はい、ちょっとちゃんとビジネスの話につながるような感じでお願いしたいなと思うんですが。もちろんもちろん、人間の本質の話ですから、はい、もちろん。はい、三浦さんがね、ご紹介してくださったんです。はい、佐伯さんはですね、佐伯ポインティさんって言ってですね、はい、ありがとうございます。僕も、ラジオとかテレビとかちょいちょい出させていただいてますけど、うん、多分そういう出る仕事をしてから初めてくらい の、 自分より体重が重いゲストというか今日はまあ楽しみなわけですけれども。はい、あ、でも佐伯さんはちゃんとニット着てますよ。あ、そうですね。暑いでしょ。暑いっす。暑いよね。脱ぎたい。お前ちょっと空気読んでるの。暑いっす。バイデンとトランプ、めちゃくちゃアメリカ国旗が2つこうクロスされて、アメリカ国旗2つついてるニット着てるのは初めて見たい。めちゃくちゃ選挙意識してるって。パンツと靴が赤で、本当、はい、アメリカカラーなの。アメリカすごいな。バイデンかワイダンかアメリカのでかい言葉みたいな。お仕事はい、ね、僕はですね、株式会社ポインティっていう会社を、今3年目なんですけど、うん、起業して、株式会社ポインティはざっくり、ワイダンバーから始まり、あともうなんか2つぐらいサービスをやってるんですけど、メインはワイダンバーになってて、ワイダンバーっていうのは、ワイダンバーの説明もしたっていいですか。お願いします。ワイダンバーっていうのは、完全会員制で紹介制の、本当にワイダンだけを楽しむバーっていうことで、日本初めてでやらせてもらってます。俺さ、興味あったんで、ワイダンっていうのは
セクシーなね、はいはい、あの自分の体験とか面白い話だと思うんですけど、うん、ワイダンバーに行きたくて、うん、久しぶりにね、最近今度ラジオで話すから、うん、あのちょっと俺も先に行きたいんだよ、うん、もう予約いっぱいで年内難しいかもしれないって、うん、そんなになんか人気の寿司屋みたいになってる予約1年待ちみたいな最近あの僕がなんかその、まあ、ワイダンをこのメインに、うん、その YouTube を始めて、うん、そのワイダン TV っていうのをやったら、うん、結構それがあの登録者数が増えてきて、うん、これがねびっくりするから面白いんですよ。ツイッターの佐伯ポインティーをフォローするとまず分かるんですけど、なんかワイダンバーでとかなんかいろんなインスタで募集したあるあるみたいな話をネタに、うん、淡々とポインティーが突っ込んでくっていう、そうですね、そうですね、だけのシンプルな構成なんだけどハマっちゃうんだよね。そうです、今登録者11万人ぐらい、すごいよ。それ YouTuber になっちゃってる。 Twitter の方も10万人以上いるしな。そうですね、そうですね、え、もうそれはもうワイダン専門なんですか。そうですね、まあその、まあ、恋愛っぽい内容もあるんですけど、うん、基本的にはその人の性愛の話をテーマにやってて、なんかね、ワイダンって、うん、まあ、話じゃないですか、うんうん、まあ、そうですね、それはたまにはするっていうか、友人同士とか、うんうんうん、こう仲のいい同士、恋人同士とかにするもので、はいはいはい、なんかこうビジネスになるっていうのがすごく不思議なんですけど、うんうん、どういう仕組みなんですか。そうっすね、なんかもともと一番最初はなんかあの一日店長のバーがあって、うん、でそこでこうイベントをやってみないと言われて、うん、でもまあ僕が店長やるから来てくださいだとあんま面白くないなと思って、うん、なんかその テーマというかあった方がいいなと思って、うん、まあもともとエロい話好きだし、うん、エロい話したい人だけが来てもうずっとしっぱなし で解散みたいなバーがあったらいいなと思って、うん、でまあなんかワイダンバーかなみたいな感じで名付けて、その募集したらすごい人が来て、へー、でそのまたやってほしいみたいな、めちゃくちゃその来てくれた人に言われてその、まあ、毎月開催してったらだんだ ん, なんかその規模が大きくなって、最後なんかその最後会場がちょっと変わったところでなんかその仮想通貨で一発当てた人が、うん、たこ焼き屋をオープンしたみたいな、うん、なんかガランドのたこ焼き屋が情報がうっとうしい仮想通貨で一発当てたやつがたこ焼き屋が、うん、そうでワイダンバーしてる。そうそうそう、でそれでも2階建てみたいな、なんかめっちゃ広いですよ、うん、家みたいな感じで、うん、でかいで、そこに本当1日150人ぐらい累計で来店して、うん、でも僕と本当スタッフ手伝いの人何人かだったんで、うん、なんかもう収集がつかなくて、うん、途中から来た人とか多分なんかそのハウスパーティーみたいなの勘違いしてて、めちゃくちゃ食い逃げして帰ったんですよ、うん、だからその多分そういう店だと思ってないから、うん、それであこれは困るなと、その日0円で帰ったんですけど僕で、なんかあこれは困るなと思って、会員制とかそういうそのちょっとちゃんとシステムをしていかないと、うん、楽しいけどやばいなと思って、でそのクラウドファンディングの時に結構いろいろルールを決めたって感じですね。あ、じゃあ会員制なんですね、まず。そうです、そうです。じゃ登録しないといけない。三浦さんみたいに行きたいんだけどって言ってもいけない。あ、でも、まあ、あの紹介制度っていうのがあるんで、その普通の会員だとこう1回ワイダンバーに1人できたら、うん、その後から友達と来れるようになる、うん、感じなんですけど、まあ、僕も一応会員というか店長なんで、うん、その親しい人とか、そうかそうか、佐伯さんのお友達ならいけるのか。そうそうそう。で、グレード制っていうのがあるんですね。あ、そうですね、そのなんか可愛い名前がついてる、可愛みピンクとか、可愛みピンク、あげみシャンパンゴールドとか、あげみシャンパンゴールド、ヤバみプラチナマグナムとかこれ何、どういうこと。グレードがあって、うん、いや、あの会員ランクみたいな感じで、まあ、最初は可愛みからスタートしてもらって、うん、来店すると友達連れてこれるようになって、うん、でそこからあのもう死ぬまで 10% オフみたいな感じで、どんどんランクが上がってくるって感じですね。ポインティーがさ、はい、YouTube のツッコミも面白いし、地味にノートもすごい面白い。おー、ありがとうございます。独特の言葉の感覚があってさ、なんか面白いんですよ。なんだっけ、資金調達とかしようと思ったんだけどうまくいかなかったみたいなのとか、そうっすね、ワイダンの会社やったら全然モテなくなったとか、いろいろね、こう、なんていうのかな、独特のなんか昔の田中康夫さんじゃないけど文体がポップでいびつなのそれがすごい面白いんですよね。そうですね、結構軽薄な人間なんで、そういう文章にちゃんと出てる感じですね。でも計算づくの軽薄さではない。
でもね、計算だ、たまに言われるんですよ、うん、僕本当に結構、うん、僕自分での自己の認識が大卒の犬みたいな感じで大卒の犬そう、結構、うん、犬にしては頑張ってんなって思いながらやってるんですよ、うん、基本的なこと、うん、もうね、こんなラジオとか出て、うん、犬はね、こんな喋れないじゃないですか、そう、ね、そう、だから大卒の犬って感覚でやってるんで、うん、結構なんですか、そこのそのベースからちょっと出るかもしれないですね、その犬感というか、おーおーおー、なるほどね、ちょっとあの人間のまでいかないくらいの本能に忠実なところが言語化されてるって、ね、そうっすね、なんかすごいしっくりきた、わかりやすかった、なんか心の尻尾が揺れてるのが見えるね、うん、いや、あとね、佐伯さんね、うん、初めてお会いしましたけど、すごく楽しそう、はい、あ、ありがとうございます、うん、ね、ずっとニコニコしてるし、なんかそうなんですよね、そう、なんかその、これは僕個人のことなんですけど、結構喜怒哀楽の怒と哀が薄いんですよ、すごい、へそう、だからあんまりその寄り添えないというか、共感はあんまり苦手なんですけど、楽しそうではあるっていう、うん、あ、だから悲しい人見ても何が悲しいんだーってちょっと分かんねえけどみたいな感じですね、なんでちょっと分かんねえ、まあ、その孫悟空じゃんだからいろんなね、ワイダンが来るんですけど、はい、多分なんか結構そのなんていうかね、こう例えば人の話聞きすぎて疲れちゃうとか、うんうんうん、なんかそのちょっと背合いのでその、ね、当てられちゃってみたいなのはあんまりないですね、うん、これまでやってきて、え、ラジオで話せるレベルの最近一番面白かったワイダンをちょっと書いて、ちょっと放送コードがちょっとあんまり頭入ってないんですけどなんだろうな、ね、でも例えばワイダンって言ってもいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、どういう話をみんなするんですか、結構、まあ、一応ルールで決めてて、まあ、一応僕らの会社でその定義しているのは、まあ、親しい中での性愛をこうメインに扱ってるんですね、親しい中での性愛ってどういうこと、例えばある日コリドー街で知り合った人との、まあ、その日の限りのみたいな、親しくないと、あ、全然全然その日親しくなってるのあれなんですけど、うん、基本的に禁止してるのが金銭で合意を得ている行為、風俗とかパパ活とかっていうのは禁止してて、うん、で、まあ、なんかその、まあ、他にもそれこそそのなんかそれこそセクハラとか、うん、それその犯罪行為とかっていうのは全部 NG にしてて、うん、まあ そうね、それは楽しくないよね、そうそうそう、うん、なんでその誰かが聞いてちょっと嫌だなって思うものっていうのは基本的にその排除してってる感じですね、うん、ルールでそれが入ってて、うん、もう本当にそのなんか個人間で、うん、おのおのが楽しんでしたことを話してもらって、へー、それ大体何人ぐらいで順番に話すんですか、お題制になってて、うん、例えば今日のお題みたいなのをツイッターで発表してるんですよ、うん、例えばなんかこうなんかクリスマスに起きた出来事とか最近あったエロいこととか、なんかそういうお題があって、でそれのお題に合わせてなんかこう一人ずつ話していくのをみんな聞いてて、でそれがお題が回っていくみたいな感じで、へー、それが聞いてるとどういうリアクションするの、へー、いや、めっちゃ受けてますそう、めっちゃもう結構やっぱそのなんていうんですか、その独特な盛り上がりがあって、うん、やっぱあんまりその知らない人のエロい話って聞けないじゃないですか、うん、まあ、聞いたことないですよね、知らないから、そう、でどういう話してくるか分かんないんですよ、うん、そうで、あ、そういう人なんだみたいなのとか、うん、あ、そういう人って実在するんだとか、うん、なんかそういうのがこう連続して続いていって、うん、あ、面白かったみたいな感じでこう盛り上がって、本当最後はもう一人ずつ帰ってもらうんですけど、うん、もう映画見終わった後みたいな空気で帰ってもらうみたいな、最初に自己紹介とかするんですか、あ、もちろんもちろん、ワイダンネームっていうのがあって、その普段名乗らない実名はね、そうそうそう、ね、そう、うん、普段名乗らない名前で来てもらって、え、じゃあどういう仕事してるとかいくつとかそういう個人情報は一切出さない、まあ、一切出さないです、ワイダンに必要ないんで、やっぱ宇田さんに来たら分かっちゃうけど、いやいやいや、でもなんか面白い、潜入したいというか取材行きたいですね、いや、見たいですよね、そうそうそう、どんな感じなのか、いや、めっちゃ、なんていうんですかね、僕、まあ、それこそ2年ぐらいやってるんですけど、うん、結構毎日笑ってますね、毎回毎日笑ってる、でもさ、笑わせる面白い話しないといけないってハードル高くないですか、そんな簡単だよね、エロい話面白くするって、それが、うん、そのやっぱまあ最初に素材で出されたものだとその話し慣れてないっていうのがまずあるんで難しいんですけど、うんうん、まあ、その僕とスタッフ、バーテンダー2人いて、結構そう盛り上げるというか、まあ、聞いていくんですよね、取材じゃないですけど、うん、それ どういうことみたいな、なんでそうしたのとか細かく掘っていくとその面白い部分が結構見つかるんで盛り上がっていくみたいな、いやでもね、これはポインキーの YouTube 見れば分かるんですけど、ツッコミのセンスが本当抜群だから、多分ね、みんな引っ張ってもらっちゃえるんだろうね、
どういうお客さんが多いんですか？例えば年齢とか客、性別だったりとか、この前調べた時は、男女比が今もう本当5-5 で、で年齢だとやっぱ、まあ、僕が今27なんで、そんな20代30代がメインにはなるんですけど、全然50代のお客さんもいらっしゃいますし、もう全然結構バラバラっすね。もう本当20歳になってきましたみたいな、夢でしたみたいな。あ、そっか、未成年は、ね、そうですね、お酒出す場所なんで。だから昨日インターンの大学生に、明日ポインティーラジオ来てくれるんだよって言ったら、ポインティーさんですかみたいな。僕の周りみんな知ってますよみたいな。すごい嬉しい。いや、本当ね、あれだよ、成り上がってるよね。成り上がってるんですか。成り上がってんだ今。ポインティー成り上がってる。初めて言われたね、今気づきました。階段登ってるんですよ今。これさ、ちょっとさ、踏み込んじゃうけど、はいはい、ビジネスとしてどうやって成長させていくの？まあ、なんか今後の展開みたいな話で、展開だからね、はい、うん、そう、決めました今ね。展開ですね。Tポーズなんですって、うん、私も先週初めて知ったんですけど、なんか言ってるなと思ったら、ね、ブロンクスっぽいですね、はい、でなんか、その、まあ、会社の、どっちかっていうと僕は本当に、なんていうんですかね、会社においては本当、まあ、社長っていうのは本当名ばかりで、タレントみたいな、うん、所属タレントみたいな感じで、うん、まあ、それもなんかこう一時ちょっとその仕事が僕全然できないんで任されて怒られてたんですよ、共同創業者に、うん、お前これどうなってんだみたいな、うんうん、でなんか、いや俺は怒られてまでワイダンはしたくないって言ってその辞めるわって言ったんですよ。今、うん、めっちゃいい顔したじゃん。怒られてまでそうワイダンはしたくない、すごいパワーワード出ましたね。でちょっとでもじゃあ俺辞めて芸人になるわって言ったんですよ。そのちょっとそんな怒んないでみたいな、うん、でそしたら、いやでも芸人になっても絶対性愛とか恋愛のネタやるでしょって言われて、うん、そしたら株式会社ポインティ所属でやったらいいじゃんって言われて、あ、それはそうだなと思って、うん、そのじゃあタレントになりますって言って、その日からその動画を投稿しだして、その TikTok と YouTube に。でもできることに集中してるんだね今ね。あ、そうですね、うんうん、なんでそのなんかビジネスのしっかりした骨子の部分とかはその共同創業者のメンバーが考えてくれてて、で、まあ、これからの展開図でいくと、まあ、アダルトグッズがやっぱりすっごいそのたくさんの人が使ってるんですよ、うん、そう、でも豆腐と同じぐらいなんですって、あの市場規模が。アダルトグッズと豆腐の市場規模は同じなんですよ。相当メジャーじゃないですか豆腐って。豆腐メジャーだけど、ね、市場規模がでかいか全然わかんないです。わかんないですけど、でも週1では売上何どっち。いや、市場規模そうそうそうでしょ。そうで、でも買うタイミングって結構ないんですよアダルトグッズって。でなんでかっていうと、まあ、必需品じゃないから、うん、そのタイミング、例えば2人でこれ楽しもうとか、うん、なんかその噂を聞いたとか、なんかそういう結構数少ないタイミングでしかなくて、でなんかその僕のね共同創業者の人がソーシャルコマースっていうのがあると、うん、その共同購入みたいなので、うん、同じそのタイミングで買ったら何パーは安くなるみたいなのがあるから、まあ、それがちょっとまあ面白いから、例えば今やっているそのワイダンの YouTube とその重ねて、なんかそのアダルトグッズ版のジャパネット高田みたいな感じで、こう今300人が購入してますみたいな、このおもちゃをみたいな感じでやると面白いんじゃないかみたいな感じの話をしてて、そういうなんかこう何ですか、今やってる範囲をこううまくこう拡大していこうかって感じですね。エロのワイダンで集まってきた人々を、タレントであるポインティがより絆を強固にして、彼らに対して一斉にぶっ放していくっていうやり方だね。そうですね、そうですね。あの似てるところで言ったら、例えば原宿にある白 T の専門店とか、やっぱりあの夏目さんというオーナーが、はいはい、あのマツコさんの番組に出たりして、うん、人気が出ていって、うん、彼 の, あのことを信頼する人たちがその白 T だけを買うみたいな、でしかもリピーターとしてついていくみたいな、その入り口は何でもいいですよ、タレントでもいいし、うん、コンテンツでもいいし、何らかのカルチャーでもよくて、それに対してすごい絆が深まった人たちにあの高額で物を売っていくっていう、一番やってるのはほぼ日です。はいはい、あのほぼ日っていうメディアに対してファンになったから、うん、ほぼ日が出すものは全部買っちゃうみたいな、うん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 、あのエンゲージメントと、うん、あの e コマースを組み合わせるみたいな、うんうん、エンゲージメントコマース僕よく言ってるんですけど、うんうん、まあ、そういう方向に進化してるんだねきっとね。らしいっす。僕もいいなって思いました。そうなんだなって言ったでしょ。はい、いや、なるほどって思いました。なんで、まあ、会社
は基本的に結構そのコンテンツを出してる会社で、まあさっきちょっと話ずれるんですけど、さっき説明したもう一つ純愛談っていうそのコンテンツがあって、まあそれはまあちょっと Y 談の笑える方向とは違ってちょっと切なくて、そのちょっとでも誰にも言いづらかった体験談とかを投稿するサイトがあって、まあそれを運営してて、でそれをこういろんな方向で加工して、例えば映像にしたりとか、なんかその140字にしてみたりとか朗読してみたりとかっていうのをして、今結構その TikTok でその何ですか、140字の純愛談を読み上げることで結構そのなんか合ってるんですよね、かなりメディアと。ですごいその若い世代の主に女性から、わこれめっちゃわかるわみたいな、うん、こういう思いセフレに抱いてるみたいなのがすごい集まってるっていう感じですね。なんでそういう感じでこういろんなその人が、まあ、普段話せないけど本当は話したいみたいなことをそのなんていうかこうもらって、でそれをコンテンツに面白く加工するみたいな感じの会社ですね。すごくこう需要があるんですね。いやでもさ、これ珍しくて、人間が絶対にやることじゃない、うん、性愛に関する、うん、だけど人前で言いにくいっていう、今まで誰も触ってこなかったものだから、市場もニーズも確実にありますよね。それも問題点があって、やっぱりその何て言うんですかね、こうあんまりない企業なんで、そのめちゃくちゃそのやっぱ反社だと思われるというか、そのすごい結構いろんなプラットフォームとかサービスから、あちょっと無理っすねみたいな感じでなんか利用できなかったりするんですよ。その決済サービスとか、なんかその PR サービスとか、なんかいろんなの使えなくて、一回なんかコワーキングスペースも断られて、でなんかえみたいな、なんか被差別企業みたいな感じで何これみたいなちょっと読んで読んでみたいな内容みたいな、でもそれこそさ TikTok とか YouTube とかも話せる範囲って決まってきますよね。あなんでだからその僕らすっごいその会社としてその LINE を見極めるのめっちゃ得意になってきてて、ここまでは OK、ここまではアウトっていうのがすっごいそのプラットフォームごとにめっちゃあって、 Instagram もそうだし、その TikTok はこう、 YouTube はこうみたいな感じで見極めてますか。結構でもインスタとかも TikTok も機械学習してるから、僕が誰のをどれくらい見たかっていうことがすごいこう明確になるんですよ。俺インスタグラムとか開いた瞬間、完全にエロサイトショートカットの女優の女性の水着しか出てこない。学習させられて、もう本当にインスタグラムが明確に、インスタグラムの AI が俺がどんな女性に心を奪われるかということを完全にもう学習してる。へえ。だからやっぱりそれで広がっていく部分ってあるんだよね。うん、そうですね。YouTube とかも完全にその興味範囲が近い人がバーって来てくれるんで、それからすごい何ですかね。まあコンテンツによると思うんですけど、僕のそのチャンネルめちゃくちゃ低評価率が低くて、そのもう本当にこういう話題を聞きたいから来てるみたいな感じで、そのマッチがいい感じですね。へー。そろそろねお時間も来てしまったということで、最後に佐伯さんから何かお伝えしておきたいこととかありますか？あります。いいですか、ちょっと告知タイム。ぜひぜひ。まあ、さっき言ってた純愛談っていうのを、まあ、これからその、まあ、映像化した時に、一作目映像化した時に YouTube で本当580万再生ぐらいいって、すごいね、むちゃくちゃ見られたんですよ。オーガニックでしょ、そうアド入ってないんでしょ。アド入れてないです、広告出したんです。なんでそのもうやっぱそのなんかこう切なくて消化しきれなかった性愛とかって、やっぱすごい多分それこそ笑える笑いなんより、多くの人やっぱなんか恋愛って基本うまくいかないじゃないですか。そうだからやっぱそこってすごい多分日本中の人とか世界中の人に共通するなと思って、そのまあ純愛談っていうのを原作にこうネットリックスでコンテンツを出すのを目指したいなと思って、最近クラウドファンディングを始めまして、でその映像化2作目のクラウドファンディングを絶賛今してるので、ぜひぜひちょっとそれを検索してみてもらって、なんて調べればいいですか？純愛談クラウドファンディングで検索してもらったらいいです。僕はね初速で3万円入れてます。ありがとうございます。すごい。目標は？目標は総制作費が330万円なんですよね。そうで今200万円超えたぐらいで、すごい、ちょっとこれからブーストしていきたいって感じです。見えてきたね。見えてきましたね。ちなみにポインティさん、ポインティは何なんですか？あこれはあれですね、なんか僕会社ってかその会社辞めて個人事業主で始めるときに人に覚えてもらえる名前になりたいなと思って、すっごい前の会社にいためちゃくちゃヒット編集者の人がいて、その人になんかパピプペポから始まる
その名前でなんかその可愛い名前つけてくださいって言ったら、本当でタクシー乗ってこれからご飯行くっていう時にタクシー待ちの5分ぐらいでポインティーはって言われて、ちゃんと考えてくださいよと思ったのがポインティーですねと思ってその場でタクシー乗る時にはポインティーでした。もうそうなんだ、結構サクッと決まりましたね。会社名にもなってるし、そうですね、そうですね。まあ確かに一度聞いたら忘れないし、意味がないんだもんね。意味ないです。パピプペポって確かにこうポップな感じで可愛いし響きもいいですね。そう、よかったっす。そんなことで天才編集者だけど、なんか体の柔らかさ、丸さもポインティー感あるもんね。確かにポインティーって感じそうっす、ね、僕もどんどんポインティーになってきてると思いますね年々寄せてってるのか年々ポインティーという言葉に脳と体が引きずられてるよ、うん、完全にそう、うん、名前って大事ですね。大事です、大事、はい、ということで今夜のゲストはワイダンバー店長で株式会社ポインティー CEO の佐伯ポインティーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ展開図、ここで一旦コマーシャルです。 TBS ラジオ展開図、TBS ラジオ展開図、今週もあっという間にエンディングでございます。いや面白かったですね。なんかね、まあ、思ってたのとちょっと違った。どういうことですか、もっとこうグロッとしてる。そうそうそう、すごく爽やかでしたね。カラッとしてますよね。カラッとしてる、湿度が低い。あんな爽やかなデブ俺くらいしかないし軽やかで爽やかだよね。そう、あの、まあ、もうご本人もそうですし、うん、そのお話の内容とかそのビジネスの内容もカラッとしてた、うんうん、そうですね、うん、まあ、なんつったって大卒の犬ですよね大卒の犬っていうワードがちょっともう多分一生忘れられないかも。言葉のセンスすごいんで、うん、ぜひあのツイッターとかノートも見たりとか、ね、なんかちょっとチェックさせていただきますね、はいはい、最後ポイント要チェックしてくださ、はいそして今週もお知らせがあります。TBS ラジオ展開図、放送1周年を記念して札幌ゴールドスタープレゼンツ展開図オンラインフェスを開催することになりました。はい、みるさん、はい、皆さんの夢を叶えるビジネスコンテスト展開図ラジオピッチとレギュラープレゼンターやスペシャルゲストをお招きしてお酒を飲みながらビジネスを語るスナック夏美を同時開催。これからのビジネスアイデアを持っている皆さん、ぜひピッチにご参加ください。優勝者には豪華特典も用意。日時は12月22日火曜日18時から番組公式 YouTube などで生配信。事前応募なく、なんとどなたでもご覧いただけます。はい、ピッチへの参加方法など詳しくは展開図番組ホームページをご覧ください。三浦さんも告知すっかりお上手ですね。告知芸人ですね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございましたということで今夜のプレゼンターはザ・ブレイクスルーカンパニー GO 代表でクリエイティブディレクターの三浦貴大さんでした。ありがとうございました。 TBS ラジオ展開図、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。またね。TBS ラジオ展開図、毎週水曜夜9時放送です。